カキン TV Everyday、 ヒカキンクッキングだよ。ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。本日はみたらしバター餅とうま塩バター餅っていう餅のアレンジレシピがマジでうまいらしいから作ってみるでございます。これどちらもね、ツイッターで話題になってたんで、写真見るともうめっちゃうまそうなの。今日は2種類作っていきたいと思います。なんかどっちもフライパンでこの切り餅をなんかこう焼いていくのかな。で、みたらしとうま塩両方作っていきたいと思います。でね、今回参考にさせていただいたツイートが、浜ごはんさんっていう方のみたらしバター餅と、楽速レシピのゆかりさんという方のうま塩バター餅のツイートレシピですねを参考にさせていただきますので、動画の説明欄にツイッターのツイート載せておきますので、皆さんもぜひ作りたい方はお二人のねツイッターチェックしてみてください。それでは作っていきましょう。ブーンブーン。はい、まずはうま塩バター餅の方から作っていきたいと思います。材料はこちら。はい、切り餅2つに対しての分量になってます。お酒、お酢、鶏ガラ、胡椒、でもすりおろしニンニクチューブ的なね、まあ、ニンニク、ごま油、砂糖、そしてバターですね。うま塩バター餅、チン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 、塩なくね塩なくねって思ったんですけど、なんか鶏ガラに塩気があるみたいだよってことで塩がないんですけどね。作っていきましょう。まずはお餅で焼くんですよ。作っていきます。まずはごま油入れます。はい、ほんのちょっとだからね。ゴー、少なー、もう少なー、ごま油めちゃめちゃ少ねー。で、切り餅を2つです。2つ分のレシピです。これで焦げ目つくまで焼きます。中火です。え、餅ってこんな風に焼けるんだね、フライパンで。これトースターとかじゃなきゃ焼けないと思ってたよ。あ、案外これすぐ焦げ目できてきそうだな。これ箸の方がいいかもしんないな。気分ねえな。あ、でもまあ大丈夫か。はい、しばらく焼きます。うん、なんかちょっと焦げ目ついてきたね。ごま油の色もあるかもしんないけど、もうちょいかな。うん、いい感じ。数分です。 OK、 焼けてきたんでここで調味料入れていきます。まずお酒、ゴー。餅にお酒だと。あー、ちょこれちょっとね、弱火にした方がいいんだって。これ弱火だわ。はい、お酒。はい、次鶏ガラ。わーわー、鶏ガラ。わーわーわー、鶏ガラ。お酢、砂糖、佐藤さん、佐藤の切り餅で、ニンニク、ペイ、やべオッケー。で、胡椒は最後なんだって。よしよしよし。おお、一気になんか、一気になんか柔らかくなったぞ。なんで、お酒のおかげかしら。すげえすげえすげえ、うまそう。ちょっとなんかもうソースはなくなっちゃったけど、うまそうだよ。あー、でもこれ完成じゃね。ほぼこれ以上やると焦げちゃうかも。すげえいい香りしてる。あ、やばい、もうやめた方がいいなこれ。オッケー、ストップストップス、オッケー。はい、これでよいしょ。お皿に移して、よいしょ、バター乗せる。あー、早く冷めないうちに。はいはいはい、バターデカめにしました。なんかトローンってなってほしいから。はいはいはい、バターをドカーン。おっしゃー、溶けろー。おー、溶ける溶ける。おー、で、胡椒って感じかな。おらー、おっしゃ、うまそうだー。これで完成だね。おー、バター溶けてきてる。いただきます。いただきまーちゅ。うーわ、バターデカめにしてよかった。超うまそうなんだけど、見てこれ。うわ、どんくらい、ほら、まだね、熱くて食べられるかなぐらい熱いのね。超うまそう。バターはやっぱたっぷりのせた方がいいね、こうやって浸る感じが。じゃあこっちを。うわー、トロトロだ。こんな柔らかくなるんだね、フライパンで。いただきます。うん、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 うめえ。これなんだ、これイタリアって感じがするんだけど、なんかね、ピザっぽい味が。餅自体がなんかチーズ食べてるみたいな味。すげえ。今わかんのはね、もうニンニクがいい味を出してるね。ニンニク、あんなちょっとしか入れてないのに、ニンニクとブラックペッパーのおかげでなんかイタリアンっぽい味が。目つむってる人に食べさせたらピザって言いそうな味です。めちゃうめえ。バターってやっぱうめえな。そして、うん、塩入ってないのにうま塩だね。
ただ、なんか生まれて初めて餅で洋風の食べ物を感じたかも。そもそもなんかお餅ってなんか日本のお正月って感じじゃん。初めて餅を洋食アレンジみたいな、みたらし楽しみになってきたわ。一瞬で2個食べちゃったんだけどさ、飲んじゃおう飲んじゃおう。Smooth like butter。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。みたらし行こうぜ。ブーンブーン。それでは今度はみたらしバター餅。さっきはね、うま塩バター餅を食べてみてご飯だなって感じだったのね。おやつとかってよりかは。でも今回はまあ和風っぽいけどスイーツ系じゃん。どっちかっていうとご飯ですって感じじゃないじゃん。ちょっとね、食べる順序良かったなと思って。さあ作っていきましょう。じゃあまずみたらしバター餅の材料はこちら。今回はね、切り餅3つ分の調味料のレシピですね。これ分量は砂糖、量結構多いね。砂糖2倍濃縮のめんつゆで、片栗粉とそれを溶く水ですね。そしてバター以上です。それでは作っていく。今回弱火です。ずっと。まずはサラダ油を敷いていきます。サラダサラダ餅を入れていきます。ゴー。結構さっきよりは油の分量は多いね。で、焼き目がつくまでまずね、これで両面焼きます。はい、なんかね、膨らんできてちょっと火が通ってきましたよみたいな雰囲気出てきたから、さっきね、ちょっと焦げそうのギリギリだったんで、こんぐらいでいっちゃいます。よし、いきます。2倍濃縮めんつゆ。うわ、餅にめんつゆ。あー、真ん中にやったらいいな。で、ここに砂糖。あー、なんかみたらし感もう出てる。あつ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 い、蒸発している。あー、こういう感じで餅っぽいね。おー、カツオの香りがすごいんだけど、これで大丈夫なのか、本当に。で、これでちょっとだけね、あの、多分水分っていうか、出汁が少しだけ多分飛ばすんだと思うんだよね。おぉ、うまそう。一気に色つくやん、これ。あんまり近づけるとくっついちゃうかもね、これ。おぉ、やべ、あ、で、この間に、やべ、片栗粉溶いとかなきゃ。おい、忘れてた。ナイフでいいや、ナイフでいいや。ちょ。よーし、で、これをダマにならないように溶いて、よし、行こう、ゴー。いきます。片栗粉溶いたお水をジャパーなんか、多い感じがするけど、こんなもんか。なんか、一気にみたらしが薄まった感じがするけど、これでとろみがついてくるってことかな。うん、なんか不安だけど。あー、少しとろみついてきたな。おー、あー、いいね。すごい柔らかい。すごい、一気にとろーんってなってきた。もちもとろーんとなってきたね。いいね。ああ、くっつくぞ。いい。見た目いい。これ多分片栗粉感がなくなったらもう完成かな。おお。オッケー。こんくらいにしとくわ。ちょっと焦げたら嫌だから。よし。うわあ。で、これで。うお。なんか餅がでかくなってんな。すっごいでかい。よいしょ。で、うわあ。で、ここに最後この余ったね、タレをかけていくと。うわー、超うまそうなんだけど。やべえ、マジでみたらし団子のあのね、みたらしな感じだわ。で、ここに忘れちゃいけないのが最後バター乗せて完成と。やべえ、超うまそう。うわ、これは飯テロだわ。いってらっしゃい。ほら、うお、完成だみたらしバター餅。いただきます。いただきまっちゅ。うわー、なんかペラペラになってきてるな。伸びてきてる。ほんとにあのね、材料でみたらしの、うわ、もうどこまでがバターでどこまでがみたらしのソースなのかわかんないけど、バターを伸ばして伸ばしてなんか、なんだこれ、すごい、もう、あ、くっつきそうなくらい柔らかいですね。食べやすそうね。皆さん、あの、お餅食べる際はね、つっかえないようにね、喉にねじいちゃんばあちゃんにもよろしく伝えてください。じゃあ、いただきます。いいね、うまいね。あのね、優しい感じ。このレシピで作るとね、なんかあのコンビニとかで売ってるさ、あの串に刺さってるみたらし団子より甘くないね。あそこまで甘くない。優しい。これはじいちゃんばあちゃんも好きな味だな。うん、うめえこれ。
一気に食ったから喋れない。いやいやいや、ウイルス飲み込むとつっかえるからね、そうやって。これもしかしたら、今日僕パリッとスリッとってあの折れるお餅とかだったんだけど、もっとちっちゃくした方が食べやすいかもしれないね。めっちゃうまい。全然さっきのうま塩と違うね、味。ただね、あのめちゃくちゃ甘いかって言われるとそんな甘くないので、超スイーツっていう感じはしないですね、なんか、うん、ご飯とスイーツの間ぐらいをいってる感じなんかまあどちらかというとおやつだ、食べようって感じの味かな。うん、みたらしとバターって相性いいんだ、こんなに甘じょっぱい感じで。これもしかしたらめんつゆっていうか、あのだしだから料理っぽいっていうか、ご飯っぽい感じがしてるのかなって、なんかちょっと感じるんだけど、醤油でもちょっと作ってみたいなって思っちゃったかな俺。いつも僕餅に醤油と砂糖かけて食ってるんで、それでやるともしかしたらもうちょいスイーツっぽいかも。めっちゃそれもやってみてえな。うん、あでもうまい。だしの方が深みがあるのかもな、もしかしたら。これ満腹になってきたもち5個食ってるから。これでもね、美味しか、最後まで美味しく食べられたね。顎がごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、あのね、どっちもうまかったっすね。うん、全然違うんで。パッと見なんか飯テロっぽいのはすごいみたらしの方だったけど、案外味的に飯テロなのはね、うま塩の方でしたね。こっちはデザートとご飯の間ぐらいの味、うん、もしかしたらね、お正月用に買ったお餅でまだ 2,3 個残ってるとかね、あったら。材料ね、家にあるようなものが多かったとは思うんで、ぜひ試してみてください。今回ね、参考にしたツイート、お二方のツイートは動画の説明欄に載せておきますので、そちらもぜひチェックして作ってみてください。はい、というわけで、この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひポチッとお願いします。その他、私ヒカキン SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポーン、バイ。登録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